うお、来ました。これ800円、てか大きさもすごいんだけど、はい、800円っていう値段設定がやばい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はえらい遠くまで僕を呼びつけまして、一体どういったご用件でしょうか。ね、前回ね、うん、悔しかったんで、今回はねちょっとがっかりさせないように、ほうほう、大きいの見つけたんで行きましょう。行きましょうか。行きましょう。チャイクセイ。ほっ、ということで何を食べさせてくれるのかな。実はですね、うん、ここ天理名物っていうぐらい、ほう、カツ丼がね、ほう、大きいらしいんですよ。なるほど。この特大を今日は頼んできましたんで、うん、特大800円、結構リーズナブルや。そうですよ。なるほど、楽しみ。僕も見たことないですよ、実際。なるほど。ドキドキなんです。そう。ふぅ、来ました。これ800円、てか大きさもすごいんだけど、はい、800円っていう値段設定がやばい。いや、そうでしょ。おうおうおう。なんか僕も初めて見たんですけど、うん、びっくりしました。すごいよね、はい、これさ、だってさ、見て、カツ丼のカツがダブルであるやん。多分ね、多分ダブル。うわ、すげえ。すげえ。ちょっと見てみようか、どうなるか。うわうわ、ダブルどころかトリプルぐらいあったで。マジですか、うん、やっぱりですか。うん、ほら、ここ見て、めっちゃある。すごい。ご飯もパンパンやね、これ。これは完全にデブになるやつやな。はい、いただきます。どうぞ。ちょっと衣と別だったけど、おめっちゃ分厚いよ。すごいですね、これ、うん、はい、え、これ800円、800円、大丈夫ですか。大丈夫ですかね。じゃあいただきます。うん、どうですか。おいしい。おいしい。おいしい。さすがトモ食い。めっちゃおいしい。トモ食い言うな。フォークイズ。まあごめん、服ないね。おい、これすごいね。なんだ、出汁がようね、言ってる。へぇ、うん、怖い。想像してみ、想像して。はい、僕の想像を言葉にして。それ難易度高い。めっちゃ美味しいな、ね、これは絶対。うわ、このクタクタな玉ねぎがたまらん。いいね、これ。次は全然わからん。全然わからんけどやめて。全然わからん。いや、もうね、はい、うまいわ。甘めの出汁で。へえ、うん、なるほど。あ、うん、いいじゃないですか。衣もめっちゃ、うん、薄いっすね。うん、結構くたくた系でね、はいはいはい、食べ応えある。へえ、うん、いいか、ここ。うわ、ほんまや。出汁の通濁か。通濁ですね、うん。あ、今ね、三つ葉が入ってた。三つ葉、うん、三つ葉梅。僕三つ葉めっちゃ好きなんですよ。へ、うん、あの香り良くない。僕三つ葉あんまり食べないんですよ。食べるの。はい、僕食べない派です。三つ葉って三つ葉のクローバーちゃうで。うん、そう思いました。うん、もう絶対そう思ってたからね、今まで。うずやん、ほんまほんま。あれじゃないですか、お箸が食べにくい案件じゃないですか。うん、ね、ちなみにたくあんで、たくあんで割りぶっとい。超食べ応えあるやつだ。そうやんな、これ。とんかつぐらい分厚いですけど。うん。うん。おいしい。すごいこれ。ね、これほんまにボリュームすごいで。ねえ。うん。うわ、下にも絶対おるじゃないですか。ね、めっちゃおるよ。もうご飯の層がすごいから、うん、食べても食べてもね、湧き出てくる。嬉しい、うん、嬉しい悩みじゃないですか。うん、今日も僕ね、ちょっと残業で、うん、柴さん待たしてたから、絶対怒られる思ったんですよ、ね、呼んどいてな、はい、あこに行けとか言われて来て、どこおんのって言ったら、僕まだ仕事なんで、言えよ、さっきの。すいません、すいません。言えよ、みたいな。携帯が手元になかったんで。大慌てですよ、もう。ちなみに僕の普通サイズなんですよ。普通サイズでも見てください、これカツ2枚乗ってるんですよ。これいくら。普通サイズで700円。ちょっとおかしない、値段設定。そうでしょ、ねえ。だって普通サイズ700円の特大にしても100円しかアップせえへんっていう。そうなんですよ、この量で。めっちゃお得やん。大丈夫なんですかね。見て見て、このご飯の断面。圧倒的ご飯の断面、すごいですね。でも全部染み渡ってますもんね、出汁が。まんべんなく旬でるし、つゆだく大好きな人にはもう、うん、これけど、デブ案件や、完全に。そうっすね。うん、うん、ま、
ちなみになんですけど、うん、この間僕あの国境食堂さん行ったじゃないですか、うんうんうん、あの時のカツ丼とどうですか、うん、奈良県って素晴らしいな。ひとまとめにしましょう。いいとこですよね奈良県、最高、はい、うん、どうですか。一言で表しますと、はいはい、見てください、ご飯の破壊力、炭水化物攻撃、うん、炭水化物やん、で、出汁が甘いやん、はい、炭水化物、炭水化物やばい、完全にデブになるやつですね。しかも、旬、うん、でるから重たい、うん、お米怖い。出た、お米怖い、今日はお米怖い、お米怖い、でも美味しいでしょ、うん、お得すぎ、ほんまにね、うん、美味しいですね、お得やし、もうじゃん、なんすか、なんすか、どうしたんすか、お米怖い、お米怖い、さっきから言ってるじゃないですか。やった、今日は探した回ありましたね、やばい、やばいな、やばい、やばい、続きますな、すごいでしょ。ね、僕もさっき波食べたんですけど、お米怖い、お米怖い、味変なく なくなったでしょ、うん、漬物、うん、僕のあげましょうか、味変、すみません、これ以上胃の中いっぱいにしたの、一味ありますよ、一味、やめとけ、それ言ったら、やかん言うとんね、あかん言うとん、ちょっとピリッとね、ちょっとじゃあ僕みたいに一本行けへんから大丈夫っすって、ここのこの店で一本もし仮に行ったら、はい、もう友達やめる。蓋が外れてトラブル的にこうバーってなったら、いや、わざとなんかその前になんか入れたいからこうなんかやってそうやん。やめても、そんな仕組みまず僕ありえそうですね。うん。怪しい顔がめっちゃ、しかも今更言っていいですか、うん、今日も柴さんインスタ撮ってない、もうインスタ嫌い嫌い、大丈夫です、サムネから持っていけるんで、思うでしょ、はい、でもめんどくさくてせえへん。インスタ嫌い、せっかく始めたのに、うわ、もう最後、ほらもう最後見えてきましたよ、とんかつも一番美味しい、好きなとこじゃないですか、そこ今じゃない、油の今じゃないね、もう黙ってくれ、またね、つまんないって言われますもん、後でなんでそんな気にしてるの、気にすんなよ、僕ね、気弱いです、ほんま気にしてあかん、見た目こんなんやけど、やっぱりだって、あの、たまに撮り直すとか、なんか坊ちゃんがあ、ごめん、ほんま、ごめんっていうのが、僕ほんま申し訳ないなって思ってもう一回撮り直してさせてくれへんかな、みたいな、帰りの道中とか、めちゃめちゃね、柴さんとだ、あの、なんていうんですか、反省会した時に、ショック受けて帰るんです、やめて、次頑張ろうと思って、うん、絶対頑張るんですけど、たまに同じ失敗します、うん、まあそれが人間ですよ、はい、ね、そうなんですよ、うん、うわぁ、お店は最後食べましょう、もう無言になった、うん、食べました、あーもう限界、え、はい、あれ島さん、これなんか貼ってません、これしょうもないとこ映ってた、今日だから僕ずっとこっちからこうやってたんですよ、 あ、そういうことですか。こっちは2000円もない、えらい気にしてる、気にしてる、そうそう、これ何かっていうとニキビを直すシール、あ、手遅れですよ、もうそれ、何がやねん、何がやねん、またゴツゴツなりますから、やかましいねん。まあ、でかいんすよ、リュウちゃんみたいにね、ちゃんとパックしてくださいよ、やかましいね、パックしてもな、で、僕やからな、内面から湧き出てきとんねん、覚えてけよ。今日は良かった、この間のリベンジしましたね、僕。ありがとうございます。どうしたんですか、柴さん、ご飯怖い、もう、え、ご飯が怖い、柴さん、日本人じゃないですか、米怖い、米怖いって、米やばい。日本人やのに。奈良県はいいですよね、でも安くて、うん、量があって、うん、美味しいとこがいっぱいあるから、うん、大好きでしょ、うん、奈良県怖い、奈良県怖い、はい、大阪帰ろう、もう大阪帰ろう、はい、帰るで、もうお腹がはち切れそうやわ、もう大阪帰るでな、はい、お願いがあんね、はい、帰りの車運転して、はい、もう腹いっぱい言うて、わかりました、大阪帰りましょう、はい、はい。